将棋情報局年末年始感謝祭スペシャル動画。皆様こんにちは、女流棋士の塚田恵梨香です。次の一手は、家でもよく解いてるので自信はあるんですけど、タイムアタックはやったことがないのですごい楽しみです。本を頑張ってゲットできるようにしたいなと思います。なんだろう、4四歩？わかんないんですけど、本当にわかんない。9の間角？ちょっと。3一角成？2四歩。わかんない。5四飛車。あ、違う、5三歩、5三歩。8六歩？3三歩成。3三角成。3歩成。8一竜。あ、違う、違うな。あれ？何だったんだろう。2三桂。10問正解です。何だったんだろう。これひどいのがじっと見ても分かんない。あ、これ単純に2五桂か。あ、ひどいですね。2五桂は、ね、角にアタックした手ですけど、この角が毒と5五に角が出ることができるので、2二の玉と8二の飛車が取りなので、後手飛車がかかるので2五桂が正解でした。多分4四歩って私言ったんですけど、テンパりました。2問目が9七角。これは飛車取りなんですけど、飛車が逃げると5三に角が成れるので良くなりますね。で、3問目は3一角成なんですけど、まあ、これは同角に3二銀が両取りなので厳しいですね。で、4問目は2四歩が正解なんですけど、まあ、同歩には同飛車で同銀2二角成で序盤早々に成り駒ができるので良くなります。2四同銀はダイレクトに2二角成が厳しいので、そうですね、2四歩が正解でした。で、これ私間違えた5問目。あ、正解外れしてくれたんですか。あれは間に合ってます。あ、本当ですか。5三歩なんですけど、最初私5四飛車って言っちゃったんですけど、5三歩は同飛車なら3二飛車なりで銀が取れますし、5三歩に飛車を逃げるか同角、5三のを取る、同角と取ると5四の銀が取れるので先手が良くなります。ちょっとテンパって銀取っちゃいましたけど、一応6五銀の狙いがあったんですけど、それはあんまり厳しくないですね。で、6問目が
8六歩なんですけど、8六歩は次に7七歩で銀が絶対に取れる形になってるので、それも良くなります。ちょっと相手に持ち駒があるときは怖いんですけど、歩だったら相手から何もできないので、十分注意しながらこの8六歩は突きたいですね。7問目が3三歩成が正解なんですけど、何で角、同角と同桂あるんですけど、同角は2一飛車成で、同桂だと3四歩ですね。3四歩と打てば駒得ができるので、あとと金もできそうなんでいいかなと思います。8問目が3三角成、これが王手なんですけど、王手なのでどちらか金か角で取らなきゃいけなくて、すると3三の桂がいなくなったことによって2五の飛車が取れるので、これは飛車得できるので、飛車得じゃないですね、桂が取れてて飛車を手持ちにできるので優勢ですね。で9問目が6三歩成が正解なんですけど、同銀も同金もどちらも応じれるんですけど、同金だと4三の銀が取れる形になりまして、6三同銀ですと6一の金が浮く形になるので、どちらかの金銀を取ることができるので優勢になります。10問目はこれ私間違えたんですよね、なんだろう、あ、7一金が正解だと思うんですけど、同金は同竜同玉に6一歩成から詰みがあって、何もしないと、何もしなくても8一金同銀7一竜同玉6一歩成の、詰みがあって受けも難しいので7一金が正解でしたね。ちょっとわからなかったです。先に8一竜って多分言っちゃったと思うんですけど、はい、で11問目が、2三桂が正解なんですけど、同銀は2二角成同玉4一竜と、金を1枚得できるので良くて、4二玉と逃げる手もあるんですけど、それには2二角成と角を取れるので優勢になります。第12問目は1四金が正解なんですけども、これは同馬同歩どちらもありますが、どちらで取っても4三とと寄って、あと金が2枚ありますので、まあ、ペタペタ打っていけば即詰みがありまして、1四金に対する受け方も難しいので、はい、1四金が正解になります。そうですね、ちょっと一回動揺してしまうと全く局面が読めなくなってしまうので、それがちょっと悔しかったです、はい、まあ、でも10問正解ということで見事商品ゲットになりましたので、おめでとうございます。ありがとうございます。